1930年に、蒋介石が率いる中国国民党と、いくつかの地域的軍閥の間で起こった、中国の内戦である。中原海戦、または、中原戦争と呼ぶこともある。この戦争は、中国の湖南省、山東省、安岐省及びその他の中原地方にまたがる地域で、南京政府側30万人。 軍閥同盟側70万人の兵力が参加した、軍閥時代で最大の戦争である。国民党における、紹介席の地位は、当初は、古官民や王朝名のような党幹部と比べれば、低かった。紹介席は1917年の五法運動、関東政府の成立の間に、軍事的才能を発揮したことで飛躍を始めた。1923年に、 公衆で、陳敬明が孫文に対して、反乱を起こしたことで天気が訪れた。この時、蒋介石は、孫文の公衆からの退却を助けたことで、孫文から目をかけられるようになった。1925年の孫文の死後、国民党内の勢力争いが表面化し始めた。蒋介石と王朝明の間の権力闘争によって、国民党は分裂した。 紹介席は、候補軍官学校の校長としての影響力を用いることができ、最終的には、党の指導者の地位を引き継ぎ、王朝名は海外への逃亡を余儀なくされた。1926年、紹介席は新たに創設された、国民革命軍の最高司令官に、形式的に就任し、北伐を開始した。北伐の過程で、紹介席は、 兵玉将、炎釈山、李宗人の軍閥と同盟を結んだ。張学良の父、張作林が、日本の関東軍によって暗殺された後、張学良が、南京政府に対し奉天派の忠誠を宣言した、ことにより、1928年に、南京政府の下に、中国が再統一されて北伐は終わった。1928年に完了した北伐は、 中国国民党単独で成し遂げたものではなく、各地の軍閥を抱き込むことにより成し遂げられた側面が強かった。その結果、北伐後の国民政府は、軍閥連合的な色彩の政府となり、その中での中国国民党の立場は弱いものであった。国民革命軍は、北伐後、地方軍閥の軍隊を組み入れて、四軍団に改編された。 1> 第1軍団は候補派で形成され、小介石自身が直接指揮した。第2軍団は、表玉賞が率いる国民軍の部隊で構成されていた。第3軍団は賛成派の炎釈山が率い、第4軍団は新構成派の理想人が率いた。中華民国の最高指導者となった小介石は、中国国民党及び自己の権力を強大化させるため、 1929年1月に国軍の整理を開始した。これは旧軍閥の兵士を削減することにより、軍閥の影響力を失わせ、小解析側の勢力の巻き返しを図ろうとするものであった。1929年の軍縮会議後、北閥に協力した軍閥は危機感を覚えた。この軍縮には、 国民党内の様々な派閥が反対したことから、中国が再統一されて間もなく、再び内部抗争が始まった。紹介席に反旗を翻した主要な軍閥は、遠釈山、兵玉将、李宗人の3人であった。1929年3月には新構成派の折、宗人、白、高敷、高将が、紹介席との関係を立った。実質的に見て、 この時から、軍閥指導者たちと南京政府の間の対立が始まった。同年5月、西北派の氷玉省も、紹介席と衝突した。同年11月、理想人は、王朝名とともに、反省同盟を宣言した。同年12月、国民革命軍の統制地と長発系が、反省同盟への支援を表明した。南京政府は、 反章同盟に加わったことを理由として、王朝名を党から追放する対応を取った。反章同盟は、南京政府には従わない意思を示すため、北京に新しい国民党政権を樹立した。1930年2月、賛成派の円釈さんは、小介析の国民党からの辞任を要求したが、拒絶された。その後、同月、円釈さんは、 半証同盟の指導的地位を継承し、表玉省と理想人の支援も得た。一方、長学良は、小解析への中誠を維持する道を選んだ。南京政府は、中国西北部の甘宿省の海賊の支援を受けた。この地域はもともと西北軍の影響範囲にあったが、1928年には、馬天、馬中英。 バフクショウら影響力のあるイスラム教徒のリーダーが、氷玉省との関係を立った。中国の海峡とは、中原大戦を通じて、南京政府側に立ち、氷玉省の西北軍を、西方から脅かし、西北軍を引きつけて、中原に行けなくする役割を果たした。紹介石反章同盟は、複数のルートから、南京政府へ進行することを計画した。 李宗人は、高征軍を率いて、武漢の小解析の拠点を脅かすために、湖南省へ進撃する計画とした。氷玉省は、西北軍を率いて、河南省から山東省へ進軍して、徐州を攻撃しつつ、武漢にも圧力をかける計画とした。遠釈山は、三西軍を率いて、西北軍と共同で、徐州を攻撃し、徐州を落とした後は、 南京へ進撃する計画とした。これらの戦争準備に対抗して、国民党は反復に命じて、三成軍を迎撃するため、甲賀南岸の防備を固めさせた。予期される攻撃に備えて、国民党の主力軍は、助手に駐屯することとした。1930年5月11日、蒋介石が率いる中央軍は、 遠尺山及び氷玉省の軍に対して一連の攻勢を開始した。中央軍は、老海戦に沿って、助州から西へ進軍し、5月16日には、河南省の開封郊外に達した。5月末、反省同盟で最強の西北軍は、関宿省において鎮西が率いる中央軍と激突した。紹介石は危うく、捕虜になりかけたが脱出した。 しかしながら、三成軍が時間通りに到着しなかったため、西北軍は中央軍にさらなる打撃を与えられず、決定的な勝利は得られなかった。監縮省に小解析側の同盟軍がいるため、西北軍はこの勝利の後、防衛のために戻った。開封では、西北軍が小解析軍の攻撃を撃退し、多大な損害を与えた。 三西軍と西北軍の連合軍は、この後、助手を攻撃した。これが中原大戦における最大の戦闘であり、両軍合わせて20万人の損害が出た。南方の戦線では、李宗人と、白、高敷が率いる後政軍が、北西に進軍して竹火を占領したが、小介石軍はその後方を遮断することに成功し、ついには、 厚生軍を本拠地まで退却させた。山東省では、山西軍が6月25日に、災難を占領した。湖南省で、厚生軍を破った後、南京政府は、山東省の山西軍に対する大規模犯行の開始を決定した。小海石軍は、太桃から進軍して、8月15日には、災難を奪還した。山西軍は、 災難から退却し、高画と河中に、さらに損害を出した。その後、中央軍は、監縮省と先制省の軍隊を集め、西北軍に対する最終的な攻撃を開始し、その攻撃は8月下旬から9月上旬まで続いた。反省同盟の核軍同士の連携不足により、形成が南京政府側の有利に変わり始めた。9月18日、 長学寮と東北軍は中立を破棄して、小介石を支持することを宣伝した。その数日後、東北軍は山海間を通過して中原に入り、その2日後に北京を占領した。三西軍は黄河の北へ退却し、反省同盟への指揮が疎走するに及んで西北軍は崩壊した。10月4日、延尺山と、 表玉省は共に全ての公職の辞任を発表し、それによって実質的に紛争状態は終了し、南京政府への地方軍閥の挑戦も追えた。中原大戦は1928年に北伐が終わって以来、中国で起こった最大の武力紛争であった。この戦争は中国の複数の省にまたがる地域で、 様々な地方軍閥に属する合わせて100万人以上の兵力が参戦した。南京の国民政府が勝利を収めたことで、蒋介石は最大の危機を乗り切り、1932年以降の新国民政府成立に向けた大きな一歩を踏み出すことができた。その一方で、この戦争は財政を圧迫し、その後の中国共産党に対する囲い、 総戦に悪影響を及ぼした。東北軍が中原に入った後、満州の防衛がかなり手薄になった。このことが間接的に満州事変から始まる日本の侵略を誘発した。蒋介石は戦争の中で台頭し、最高指導者としての権力を結集して、連達の軍事指導者として地位を確立したが、国民党の地域派閥同士の対立は、 未解決のままであり、それが後に日中戦争や国境内戦などの様々な問題に繋がっていく。中原大戦の式と周期については、日本語の各文献において大きく異なる記述が見られる。例えば以下の通りである。ありがとうございます。